柔道型における腕管の基本型 V1 アームロック V1 アームロックは相手の肘関節を極める格闘技における関節技の一種である。柔道においては腕管に包含される。別名トップリストロックアメリカーナキーロックザベントアームロック。マウントポジションからの V1 アームロック立ち姿勢での V1 アームロックのイラストメディアを再生する。 マウントポジションからの V1 アームロックの実演動画横四方肩と、相手の上になっている体勢から片手で、相手の手首をつかみ、相手の腕をアルファベットの V の字に固定し、もう一方の腕を V の字になっている、相手の腕の下から通し、相手の手首を掴んでいる腕を持ってそのままひねり上げて、極める。このように、相手の腕で、V のアザ、自分の腕で、 一の字を描くような形になるのでナチスドイツの V1、飛行爆弾にちなんで、この名称がついた。小川直也は、柔道の試合で、横四方肩から抑え込み一本を待たずに、V1 アームロックへ移行して勝利したことがある。サンボやブラジリアン柔術といったグラウンドの攻防を重要視する競技では、V1 アームロックは、非常にポピュラーな関節技の一種である。映像資料。 行動感柔道固め技分類と名称では、下から、ハーフガードからの V1 アームロックが紹介されている。左手で、相手の左手首を持ち、右手で、自身の左手首を持つ。胸管は、胸肩から連絡する、V1 アームロック。樹の右からの胸肩で押さえ込んで樹の胸を胸で、圧迫してると、呪が押さえ込みを逃れようと。 左前腕で押して抵抗してくることがあるがその時を捉えて V1 アームロックに取る。CM パンクによるアナコンダバイスアナコンダバイスは今朝方の体勢から片腕で抱え込んだ相手の頭部を固定し逃げにくして肘を極める V1 アームロック。天山博吉が2003年の G1 クライマックスで初公開し、その後 CM パンクがフィニッシュホールドとして使用している。 マイケル・ベネットは Go Back to Japan という名称で使用している。天山広吉のオリジナル技。CM パンクも使用。V1 アームロックではないアナコンダクロスやアナコンダ X に発展。バイセップスライサーのキーロックとは異なる技である。腕座膝肩の V クロスアームロックもアメリカアナと呼ぶことがある。キャッチアズキャッチキャンにおいてはトップリストロック。 ブラジリアン柔術においてはアメリカーナとも呼ばれる。柔道では片手で自らのもう一方の手をつかまず、両手で相手の片腕をつかむと腕差し方となる。ありがとうございます。